MCT in the Mutsumi 201杉並区阿佐ヶ谷南一丁目ではお返しいたしやすよ。しかしね、初めてですよ。ここまで私をコケにしたおバカさんたちは絶対に許さんぞ、メスクラども。私が春日、お笑いハスラー、わからずやに届けるアンサー。まずは隣のそいつに言いたい、お前一体誰なんだよ、ラッパー気取りの売れない芸人、芸人気取りの冴えないラッパー、宇治宇治宇治原宇治虫野郎、お呼びでないぜさよなら。次はお前の若林、覚悟しておけファッキンガワラ。若林狩りパクしすぎ、バーカ林うるさい、いびき漫才中の手汗半端ない、俺の肩が濡れてしょうがない、緊張してんの隠すの必死、おい顔引きつってるぞ。アピールは君、お前にお似合いコロコロコミ、自己顕示欲丸出しでダッサい、おいおい全部バレてんぞ。業界用語を無駄に使うな。台本これでフィックスで、これは今時間が大変だわ。スタッフが気を使っているのに気づけ。若林さん、企画これで大丈夫でしょうか。若林さん、ストレートティーでよろしかったでしょうか。行きつけのカフェとか言うな。今日コラム締め切りだから行きつけのカフェで書かなきゃな。 MacBook Air でロイヤルミルクティーを飲みながら書かなきゃな。早く1万円返せ。 M1 の時の。早くサンマの名探偵返せ。本棚の上に置いてある。早く青いラコステのシャツを返せ。葉っぱに買ってもらった。早く全部返せ。いやいやいやHeh!